first leg. Game on. さあ、140スタート。ナイススタートです。村松春樹。さあ、140に対してキープですね。キープスタート。いいキープできてますよね。徐々に徐々に合ってくる感じがする小崎慎。さあ、村松選手、村松選手はもう本当に安定しますよね。もういつでもトリプル絡めるようなダーツを投げてます。さあ、304の小崎に対して村松選手。挨拶しない浅田選手に触れない。いやいや、そのいやいや、挨拶しないんじゃなくて、最初にね、あのその会場外したのは立浪選手で、後から来た感じなので、あ、もう挨拶しなくていいのかなと思ったんじゃないですか、浅田選手が。まあ、その挨拶する気は満々だったと思いますよ、お互い。タイミングがありますからね、オンライン対戦なので。はい、さあ、60取ってきて184残り。さあ、60残り。アレンジからのトップ。さあ、決まった。ナイスアウト。いやー、安定しますね。こういうそつのないダーツ、引っ張ったりしないっていうのがね。まあ、画像をね、多分これ調整してるんですよね。はい。うん、そうなんですよ。やっぱこう見える範囲で、この外、さっきの八千選手もそうでしたけど、この画面の外でこう頭だけこうパッと見えてんだ、挨拶してんだな、やっぱ難しいですよ、うん、こういう画角の中で収めないといけないっていうのは。ちょっとこれ画面をね、ちょっと安定させてほしいですね。さあ、トリプル捉えてきます。さあ、20捉えて、いや、下からこう攻める村松選手、ダイレクトに狙っていく小崎慎。とにかく村松選手のこのダブルの安定感がね、いいですよね、今日は。さあ、97点取ってきました。さあ、ダイレクトに小崎氏が狙ってくる。さあ、両サイドにずれてしまいました。さあ、上から下に行かない。さあ、226残り。206。さあ、186はちゃんと考えて打たないといけませんよ、小崎くん。やると思った。今のはね、19に
にね行かないと、こういうところを村松選手悟られると、あまだまだだなみたいなこと感じになっていくと思いますけどね。さあそして18トリプル、さあ68残り、さあ村松選手は上がり目がないのでここは大きく削りたい、60を絡めたい。さあ小崎慎68、これは20からですね。さあ15トリプル、15トリプルもしくはブル、そうですね。ダブルから60に戻る。あ、隣ですね。さあ16アレンジ、これは一番やったらいけない、内に入れても上には外したらいけない。さあこれバーストで、あバーストダメか、そうだ1ちゃんと、そうだ。さあそしてこういうところをね村松選手は決めていきます。さあインナーから、さあ9アレンジ、さあ決まらずですね。さあ残念、ここはもう肩手堅く村松選手は決めるところ、さすがです、こういうところですよね。さあ小崎慎フィニッシュのところでもたついてしまいましたね。さあこれは一気に村松選手が持っていくパターンですね。さあ村松選手ベスト4をかけての試合、さあそして村松選手の画像が切れてしまいましたが、小崎慎ボード切れてるの、さあ戻る人だけ、まあ今の局面はやっぱブルーのとこですよね。インナー入れたのはやっぱすごかったですが、さあそして小崎慎、さあ140取ってきました。さあそして村松選手、さあ小崎慎大先輩村松選手からね一夜報いたい局面、あいい感じですね。下につけてもこうなんだろう、右サイドに寄っていたので、左サイドに狙って入れるっていうね、こうそういう技術力の高さ感じれますよね小崎慎。はい、そうなんですよ。今ちょっとカメラの方、カメラなんですかね、村松選手のところのカメラ側の方が、はい、オンラインではねちょこちょこありますということ。さあそして19トリプル、そうですね、本当にこのスティールダーツは特にですね、個人のいろんなそのアレンジにしてもそうですが、狙う場所にしてもやっぱ各自がいろんな把握をしてしながらやってますよね。さあ62、10取りからの12トップ、あ、
これはこういうところをやっぱり見せると村松選手は、うん、青いなみたいな感じになると思うんですけどね。さあ132、さあこれはブルーからいくんですかね。さあそしてアレンジまで、さあここは残にきっちり決めたいですね。うん、これはもう絶対やったらいけないことですよね、7に入れるっていうのは。そして8、お7に入れてアレンジし直して決めた。これはですねやっぱり内に入れることあっても7にアレンジし直すとやっぱり非常に難しくなる。まあ決まったのでよかったんですけど、さあこれカメラ調整するの、さあさあトリプル絡めてきました。これは調整してんの？はい。一回ちょっと。さあ村松選手はそのまま投げてます。さあ戻ってきました。なんとか大丈夫になったんですかね。さあそして。小崎慎選手が406から、さあ下からですね。さあしっかりと3投目で60絡めていきます。自分の軌道っていうのをねしっかり把握してますよね。さあ小崎慎も61投目から来た。そして140で大きく削ってきました。さあ343、トリプル1投目からこれ来ますよ。ああ隣来ました。さあ222、そしてうん、これはこれ18でしょう。まあね、トリプル入れる才能あるんですからね、こういうところちゃんとや、ね、やっぱりやっていかないとダメですね。さあ村松選手、さあ20からのトップ、さあワンチャンスですね。60絡めば、さあ思い切って60狙いたい。さあフィニッシュ、さすがですね。